合木神社合木神社は、茨城県笠間市にある神社。合気道階層、上芝森平の創建による、合気道に関する唯一の神社。1942年森平は、妻は津と共に、東京から旧岩間町に転居し、36条の道場と神殿を建立する。ここで森平は、わずかの弟子とともに、竹実一女の生活に勤しみ、 和の武道としての愛奇道の完成を見る。後に森平自身この地を愛奇道の部屋と称し聖地としていた。この時森平のそば近く仕えた弟子が斉藤森弘である。斉藤は森平の死後も愛奇神社の森ととして森平晩年の技を伝えた。これがいわゆる岩間流である。2001年第三大道主上柴守王と斉藤森弘によって 愛岐神社の修復がなされ、記念の石碑が混流された。この石碑の後期神社の文字は、森平の弟子であり初夏の安倍誠一氏によるものである。2009年開装造混流実行委員会が中心となり、境内に上芝森平の銅像が建てられた。愛岐神社は、現在上芝家の所有物であり、愛岐会茨城支部道場が管理している。愛岐神社由来記によれば、 以下の通り、毎年4月29日を例大祭とし、愛機会主催で、奉納演舞を行う。第2代、上芝騎士小丸同主死教後は、開祖と合わせて、慰霊祭が取り行われる。愛機会門人、歴代同主所演の人々はもちろん、海外からの愛機同修行者の姿も多く、この日だけで1500人余りの人々が、愛機神社を訪れる。ありがとうございます。